イオン・大見八幡ショッピングセンターは、滋賀県大見八幡市に位置する大型ショッピングセンターである。1999年に株式会社マイカルが、大見八幡サさてを中心とした、ショッピングセンターのマイカルを大見八幡として開業し、2001年には、マイカルタウンアクア21を開業したことで、現在の1から3番外体制となった。2011年に株式会社マイカルが、 イオンリテール株式会社へ、吸収合併されたことに伴い、3月1日に、ショッピングセンター名を、イオン大見八幡ショッピングセンターと解消した。1番街は、イオン大見八幡店を中心として展開し、イオンリテールが運営している。2番街は、イオン専門店街とアクア21として、イオンシネマ、大見八幡などが展開し、イオンモール株式会社と地元共同組合である。 21駅南開発商業共同組合が共同運営している。3番街はイオンスポーツクラブ大見八幡店などが展開し、イオンリテールが運営している。大見八幡駅南口と1番街、または2番街が連絡通路で直結している。3番街は連絡通路はなく独立した建物となっている。マイカル大見八幡時代2番街3番街最新の テナント一覧については公式サイト内のショップリストを参照されたい。マイカル運営時代に2番街1階にコミュニティ FM のビワウェーブの本社及びスタジオが開局から入居していた。2009年に放送局自体が廃局となっている。開店当初は有料であったが、しばらくして永久無料化された。しかし、新快速が停車する大見八幡駅の前という、 立地条件もあり、店を利用せずに大阪、京都へ行くための無断駐車が多く、本来の客が駐車できないという問題が深刻となっていた。2007年3月より再び有料化されたが、導入当初はこの影響で、京図電機1階の無料駐車場や駅反対側の平和道などに客が殺到し問題になったことがある。現在は、京図電機、平和道をはじめ、 駅周辺の駐車場も一定時間単位で有料化され、そのような問題はなくなった。ありがとうございます。